では。 飛ばす。
ね。
ね。
しばらく寝とけって。では。しろよ。またな。いらっしゃいませ。お母さんだけど、今日ちょっと帰り遅くなりそうなの。さ、行くか。ありがとうございました。
エスコート、自動公園までお願いできる？よし、行こう。お願いします。どう？怪しい人とかいない？どうかな。いや、俺ら呼んで正解だったぜ、真冬ちゃん。早速かかってくる気だな。ああ、監視だけなら近づいてこねえだろう。もしかしてこっから公園までずっとこんな感じか？私どうしてたらいい？ちょっとだけ離れてな。すぐ片付けっから。やるぞ、海藤さん。俺にはないのかよ。海藤さんもしっかり。はい、来た。よし、真冬ちゃんも見てることだし気合い入れてくか。ヤガミ君、頑張って。
せ。待ち合わせはこの辺り。相手はもう来てるはずだけど。元刑事っつってたっけ？うん。行くぞ。宇沢さんですね。ああ、そうだよ。ん？あれ？あ。馬好きの探偵？八神探偵事務所。あんた元刑事かよ。それがこんなうさんくさくなっちゃって。お前に言われたくないよ。知り合いだったの？ケンジさん、なんでこいつらを連れてきた？八神くんは私のそのボーイフレンドというか。お、こくった。違う、照れねえくない。何なんだこいつら。で、どういう事件だったんだそれ。10年前、森田健二生のお兄さんがね、母親の首を絞めたの。なんで。介護殺人。母親は70歳過ぎで重度のアルツハイマーだった。認知症の介護をしてたのか。ああ、重度の認知症患者は目を離せば何をしでかすかわからない。料理をすれば火はかけっぱなし。週に3日は夜中に外を徘徊した。それを施設に入れたくてもどこも順番待ち。結局検事生の兄がずっと一人で母親を見てた。責任感の強いお兄さんだったみたいね。仕事も辞めてお母さんと同居。忙しい検事生に負担をかけまいとしてた。だからろくに休めず眠れず。それを事件が起きるまで7年も。でもな、そんな息子に母親は毎日暴言を吐いたり暴力も振るったんだよ。なんでそんなことを。全員ではないけど認知症特有の症状よ。
環境や薬で抑えられる場合もあるけど、うまくいかない時もある。そして事件が起きた時、検事生の兄はノイローゼに続いてた。多分もうずっと前から限界を超えてたんだろうな。その結果起きたのがこの事件か。犯人は事件の後どうなった？母親を殺した後、自分も首を吊ったが未遂に終わった。そのせいか執行猶予がついて。じゃあ今は？でも結局は翌年に自殺してる。なんてこった。身内が事件を起こしたことで検事生はしばらく中央から外されてた。でも今はもう済んだこととされてるみたい。あの人が優秀なのは誰もが認めてるから。検事生にとってアルツハイマーは自分の家族を苦しめた仇か。そうなのかね。もしアドデック9があれば悲劇は防げてた。そしてこの先起きる同じような悲劇もアドデック9が完成すれば防げる。だから検事生は向こう側についた。金で動いたわけじゃねえ。保身のためでもねえ。てめえの正義のためってわけだ。わからなくもないかな。あ、そうか。え、正義のためなら何人殺しても構わないって。綾部を冤罪にしてエミちゃんの死は見て見ぬふり。大久保君も見殺しだ。それでも新薬の方が大事ってことか。それを正義だって言うのか。冗談じゃねえ。森田に正義があるならこっちにもある。俺は連中に踏みにじられた人たちを守る。殺されたエミちゃんの無念を晴らす。なるほど。なんだよ。ああ、いやお前、元弁護士ってのは本当だったんだな。元じゃない。バッジはまだ持ってる。そうだな。もうギャンブルはやめとけよ。あんたには向いてねえ。うるせえ。この書類、私より八神くんが持ってた方がいいと思う。ターボ、真冬ちゃんのことしっかり送ってやれよ。なんで？あの子、私と八神くんでいると嬉しそうにするし。なんだそりゃ。まあいいよ。俺も今夜のこと沙織さんに報告しようと思ってた。どうして？軌道を神室町に誘い出したの沙織さんなんだよ。ハニートラップで。何それ、嘘でしょ。こんな遅い時間に。あれ、おやおや、何してたのかなお二人さん。何って、そんな。やっぱ帰るか真冬。あの木戸の件、その後どうでした？ああ、でもその前に二人
何してたのか聞きたいね。何って？星野くんが。あーと誤解なんです。いや誤解じゃないか。いや誤解か。次また頑張ろう。案外まんざらでもなかったんだな、沙織さん。だね。私も聞いたことあります、森田健二生のお母さんの件。じゃあ検察は完全にアドデックナイン側についてると？少なくとも検事生はだ。八神くんがラボに行く前、検事生に報告したのは私なの。あの時せめて泉田検事までにしとけば。いや、泉田だって向こう側の仲間かもしれない。今となっちゃ誰も信用できないよ。そんな。あのちょっといいですか。そんな敵を相手に弁護人って僕でいいんですかね。綾部刑事の裁判。ん？なんだよ。星野くんじゃ無理だと思います。もうここは八神さんじゃないと。ちょっと冗談やめようよ。ここにいる誰一人冗談なんて言ってない。八神さん、敵はアドデックナインの利権でエミさんを死なせた人たちです。エミさんや大久保さんのためにも。ここは新谷先生のためにも。正々堂々法廷で八神くんの正義を見せる時じゃないの。逃げちゃダメです。かもな。あ、じゃあ源田先生と綾部さんには僕から伝えときます。これって世間的にも結構ニュースですよね。あの八神さんがまた法廷に立つなんて。何があの八神だよ。でも分かった、二人の了解が取れたら綾部の弁護は俺がやる。そのためにもまた新しい証拠を探さないとな。行こっか。私がタクシー乗るまでは見ててくれる？あ、ありがとう八神くん。あれ、ちょっと待ってて。泉田検事から。そういえばちょっと前に留守電も入ってたんだ。留守電は聞いたのか。何か話があるって。未条例にいるみたいなんだけど。未条例ってことはじゃあアルコール抜きの話か。どうしよう。お前はこのまま帰んな。電話も出なくていい。泉田も向こうの一味って可能性があるからな。でも代わりに俺が行く。大丈夫？いいから。分かった、無茶しないでよ。
しばらく寝とけっての。お願いします。私だって頑張ればきっと勝たせてもらうよ。
よし。負けちゃいました。
ですね。
Thank you.
今度あいつとは初ダグ、時間食っちゃったよ。あんた一人か。ああ、真冬は俺が帰らせた。あいつの代わりに一杯付き合うよ。いや、結構だ。真冬と何を話す気だった？お前には関係ない。当てようか。はあ？あんたが真冬に話したかったのは、森田健二生の仲間になれってことか。なんだって？違うのか？お前の言いたいことはわかる。さっき健二生と厚労省の官僚とは何かこう普通じゃなかった。普通じゃない？そんな可愛いもんじゃなかったろ。連中はアドデック9が第一、殺しの証拠さえ二の次にしてた。あんたもその一味じゃないのか？何を言ってるんだ。検事生はアドデック9の利権に取り込まれてる。何かその証拠でも？ついさっき真冬と手に入れたもんだ。10年前に検事生の身内が起こした事件の資料、聞いたことは？いや、初耳だ。あんたに検事生と戦う覚悟があるなら渡す。何？検事生が法を超えて政治に便宜を図っていたら、もしそうならあんたはどうする？自分のボスが相手でも法で裁けるか？当たり前だ。検察官なら100人が100人、
そう答える。あんたのこと見直したよ。検事生がアドデック9に着いたのはその事件がきっかけだ。俺らはそう考えている。なんてことだ。家族が引き起こした介護殺人。検事生には自分なりの正義があるってことらしい。だから今日殺人の証拠を握りつぶした。ショーノのラボのことだよ。あそこにはモグラにやられた連中の痕跡があったはずだ。それが見つかれば強力な物証になった。いや、まさか検事生が。そんな。ラボでの言動、そしてこの事件との関連性、どう思うんだ。なあ、確かに否定できないだろ。だが検事生がアドデック9に取り込まれたとして、じゃあどうすればいい。お前はどうする気だ。そもそも俺は綾部の裁判でアドデック9の裏をぶちまけるつもりだった。その証拠を探して羽村を追ったし、ショーノのラボも突き止めた。で、一ノ瀬と検事生にどっちの線も潰された。敵を撃とうにも弾がないってことか。そう言われるとがっくりくるな。でもあんたがアドデック9側じゃないと分かっただけでもなんだかホッとするよ。気休め言ってる場合じゃないだろう。分かってるよ。なあ、うん、思うんだけど、一ノ瀬を裁判に引きずり出すことはできないか。何かの証人として。どういう名目で。例えばアドデック9についての解説をするとか、何でもいい。あんたら検察の証人申請なら一ノ瀬だって断らないだろう。で、裁判に引きずり出した後は。口八丁で追い詰める。質問攻めにしてボロを出させんだ、俺とあんたで。なんだ、まだノープランってことか。それぐらい崖っぷちなんだよ。ただ何にしても獲物はまず巣からおびき出さないと話にならないからさ。わかった、なんとかやってみよう。動きがあり次第連絡する。長い一日だったな。
ばらく寝とけって。楽しかったでござるよ。よし、かっ飛ばす。よし、よし、かっ飛ばす。
よし、かっ飛ばす。いい加減にしろよ。楽しかったでござるよ。
信士として負けるわけにはいかない。わかったよ。ストレートフラッシュ。よし。かっこいいとこ見せつけやがって。
神さん。しばらく寝とけっての。
そんなわけで綾部の裁判に一ノ瀬が出てくるかは泉田検事にかかってる。問題はその場で一ノ瀬をどう揺さぶれるかだ。その前にご報告、源田先生も綾部刑事も八神さんが弁護人ってことで了解取れました。インチキ弁護士のカムバックか。そうなるな。じゃあ早速これからの動きを打ち合わせたいんだけど、まず一つ目これから杉浦をなんて呼ぶ？そんなことかよ。寺沢だろ。いいよ杉浦で、めんどくさいから。うん、じゃあそれで。これから僕らでどう動くかですけど、僕は例の軌道をもう一押ししたいです。沙織さんのセクハラビデオでこっちの証人にできませんかね。なるほど。それ以外には？ああ、事件と直接関係あるわけじゃねえんだがよ、松金組の門に気になる動きが出ている。後でお前と少し話したい。分かった。何か？なるべく早いうちに大久保君の面会に行かないとな。彼は今もエミちゃんの遺族に恨まれてると思ってる。でももうそうじゃないって知らせてやりたい。そうだね。大久保と面会すんの？八神さん。ああ、本当はお前にも来てもらいたいけど、一般人が死刑囚に会うのは。分かってるよ、そういうもんなんでしょ。これからすぐ大久保と会いに。そうだな、会いに行ってくる。あのさ、八神さん、大久保に会うなら伝言頼んでいい？ん？どんな？今度一緒に恵美の墓参りに行こうって。簡単に言うけど大事だな。それを実現するためには片付けなきゃいけない問題が山ほどある。でもそうならなきゃ大久保は死刑なんだよ。殺人鬼の汚名を着たままね。なんとかする。八神さん、大久保のことを助けてあげてよ。分かった、伝言も伝えるよ。時間食っちゃったよ。またな。
しばらく寝とけっての。またな。加減にしろよ。またな。またな。どちらまで行かれますか。それでは出発いたします。
じられないです。本当に？あいつは最初杉浦って名乗ってた。文也君が？そうですか。彼とは恵美が死ぬ前に一回だけ会ったことがあって、でもお互い人見知りだったんでろくに会話もしなかったけど、その後裁判の時は彼ずっと俺を睨みつけてました。俺は目を合わせることもできなかった。君に伝言を預かってる。え？あいつはこう言ってたよ。今度一緒にエミの墓参りに行こうってさ。そうですか。文也君が俺にそんな言葉を。ああ、行けたらいいですけど。綾部の裁判がもうすぐなんだ。そこにアドデックナインの黒幕を引っ張り出す。一ノ瀬って厚労省の事務次官を。できるんですか、そんなこと。担当検事がこっそり俺ら側についてくれた。その裁判の場でアドデックナインの内幕を追及する。大久保君が無実だってことも主張できる。もうずっと諦めてました。どんなに声上げたって誰にも届かない。人殺しにされたまま俺は死ぬんだって。でも文也君にも分かってもらえたなら希望が持てます。世界で一番俺を憎んでいた彼が許してくれたんなら、みんなにも分かってもらえるって。もう少し辛抱してくれ。あと少しだから。しばらく寝とけっての。
ったく、時間食っちゃったよ。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ったく、時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。Two!
しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。さ、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。さ、行くか。ありがとうございました。しばらく寝とけっての。
戦士として負けるわけにはいかない。わかったよ。戦士として負けるわけにはいかない。よろしく。よし。
な。分かったよ。
なあ、
Thank you.
しばらく寝とけっての。では。いい加減にしろよ。
りさ。ございます。
ミさん。